皆さんこんにちは、今日はですね山形県の鶴岡市の根津ヶ関というところに来ております。この根津ヶ関の沖ですね、だいたい水深 50m ぐらいのところで今からちょっとやってみたいと思います。ここはですね 50m のところ、 40m のところ、 30m のところ、で 70m のポイントはいくつもありまして、まあ、今日は 50m でやるということなんでちょっとやってみたいと思います。で仕掛けがですね、まあ、最初はですねちょっとリアクションを取ってみようと思いまして、まあ、スピニングタックルを用意しました。リマーカブルですね、64ですね、あ62ですね、これでまず始めてみたいなと思います。でラインはですね、まあ、サーパスの 0.255 ですね。リーダーがですねジョイントラインの 1.75、 これだいたい 1m80 ぐらいですね、約1広取っております。それにS タッチですね、S タッチをこういう風な形で誘導でだいたい60センチぐらい誘導するように取ってます。で下の浮き止めからジグヘッドまでの距離はだいたい30センチぐらい、ちょっと短いめですね。で BK ヘッドの 0.5g に、BB の紅白プラスですね、まあ、これでちょっと始めてみたいなと思います。とりあえず、水深 50m なんでどれぐらいで着底するかちょっと今から感じます。今着底しましたね。僕のカウントで51ですね。今 1.5 オンスをつけてるんですね。だから約12号ぐらいですか。これでだいたい51カウント。だいたい1カウント1秒、1カウント1メーターぐらいで進んでくれる感じになりますね。でまずボトムからですね。ボトムをつけて二巻き上げました。でここからちょっとリアクションを取っていきたいなと思います。ちょっと引き上げていきますね。時間をちょっと長めに取ると反応しましたね。どれだけ待てるかみたいな。あ、外れた。外れた。ミスりました。ドラグズルズルやと思ったから合わせが効かんかった。そうだね、深いんでやり取りの最中にバレるんですね。やっとかかった。はい、もうこの深いところのやり取りはですね、まあとりあえずドラグに頼るんですね。こうやって引いた時にはもう巻かずにそのままぐーっと溜めてればいいんで、それをずーっと繰り返すわけですね。でもう向こうへこうやって2、3回引くってことはもうこれ34号あるんですね。でもう向こうが暴れる時には巻かずに溜めてればいいんで、でこのやり取りの最中ですね、まあちょっとこう首を振るようになるんですね。でこういう時では大概飲み込んでるんで、ゆっくりやり取りしても全然大丈夫です。でロッドは煽らずにポンピングせずに、船の場合はですね、このまま水平保ってやり取りはもう全部ドラグがしてくれるんで、ずーっと耐えてるだけです。でこうやってずーっとこう浮かしてくるとですね、もう大体20メートルぐらいまで浮いてきたらもうおとなしくなります。40超えるやつはですね、ここからまだ何回か突っ込むことありますけど、ね、このサイズだったらこの辺で大人しくなる。こうやって回ってきて、ここからもそのまま抜いてやれば大丈夫なんで。よいしょ、こういう感じですね。よし、はい、いい感じ。
撮りましょうか。はいはい、はい、もうややこしい当たりばっかり出しよってからね。で構える際ですね、ちょっと目線を下にした方が竿先は見やすいんですね。だからちょっと目を下にしてやればやれます。おーおーおー、よう引く。もうやり取りはもう本当にポンピングせずにそのままですね。もうリールに任しとけばいいです。ドラグもいじられず、あと回し抜き上げもお願いします。はい、ドラグもいじらずにもうただひたすら巻くということですね。で走った時だけちょっと止めてやるということですね。これポンピングするとなぜいけないかというと、今日はまあベタ投げで船揺れないんですけれども、船が揺れた際にですね、どうしてもラインがたるむことがあるんですね。でその時にですね、外れることがあるんです。常にこうテンションをかけた状態で釣りをしてないと外れやすいんで、そこだけはちょっと注意してください。よいしょ。うわー、こいつちょっとでかいんじゃん。浮いてこ。おお、もういてくれ。結構走ったやな。あ、浮いてきた。こうやって、よいしょ、40あるやん。40オーバー。これは40ありそうですね。ありそうですね。ちょっと痩せ気味ですけどね。よし、じゃあCR60B でですね、今日はですね、ちょっとヘビータイプのトップですね、40号まで、まあ、いけるトップで、まあ、今これ、2オンス 56g ですから、約15号ぐらいですか、15号ぐらいの重りを背負ってどんな感じになるかというところをちょっとお見せしたいと思います。40号まで耐えるんで、果たしてその15号ぐらいでは当たりが出るのかというところをちょっとお見せしたいと思います。もうこれぐらいの重さだと竿先の、まあ、ティップだけでこう曲がってるような状況ですね。でアジングロッドなんでめちゃくちゃ感度がいいんですね。だからほとんどの当たりというのは手にコン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 来ます。でそこら辺をどういう風な形で取るかというところだと思うんですけど、もちろん目感度も当然取れるんで、そこを見せれるようやったら見せていきたいと思います。まあ、こういう、ちょっと上げてみましょうか。この辺で見れば分かりやすいです。これぐらいの曲がりですね。15号ぐらいでこれぐらい。これライン当たりです。あ、外れた。外れた。いかに、アジじゃないな、今の。アジじゃない。それこそいかやないのかな。握り下みたいな感じで切れた。なんでやろう。そうですね、これぐらいの感じですね。でこの際も軽く握っていただくとよくわかるんですけどね。ちょっと今上の方に取りやすいように上の方に上げてるんで、逆にすごいこっちは体勢的にはすごいしんどいんですけども、もうこういう感じ。もう本当はもう少し竿先を下げるんで、もっと曲がり方は少なくなります。今水平に下げて、まあ、バーティカルにちょうど90度ぐらいまで上げてるんで、結構竿先は曲がってる状況ですね。着底しましたね。で25号ぐらいだとこんなもんですね。まあ、これだとベリーまで入ってくる感じですね。まあ、本当はもうこれぐらいの角度で見るのがこういう感じですね。こういう感じで見るんで、
感じで当たりますね。25号でも綺麗に当たりが出ます。かわいらしい。めっちゃちっちゃい。サイズがわからんから。なんか可愛らしいやつばっかり来るけど、狙ってるわけじゃないのに可愛らしいやつが来る。なんでこいつまた来るんやろ。外れてくれ。逃がしてあげます。で、魚かかっても結構バットにパワーがあるんで、やり取りにゆとりを持ってやれます。かなりでかいアジを釣ってますけれども、それでも全く問題ないですね。まだ屋久島行って銀ガメアの60ぐらい、銀ガメアの60ぐらい釣りましたけども、それでも全然ゆとりのパワーですね。パワー的には全く問題ない。あれ、いかた遠いよな、なんだよ。すごい感じですね。もう、魚が大きいときはこうやって引くんで、もうこの竿のバットの部分とラインが90度になるようにやれば、一番これ竿の弾力が活かせるときですね。それを維持するようにしておけば、竿が折れたりなんかすることはまずないって。常にそのラインの角度と竿を維持するということで、90度で維持する。ここのバットに対してですね、これをずっとしてやると、魚は常にその竿の抵抗を感じながら、まあ、引っ張られてるというところで、弱りが早いわけですね。これをもう一定の力で巻いてくれば、もうあとはもうそのまま上がってくるんですね。結構いいサイズですね。これぐらいのサイズがこういうふうに上がってきます。よいしょ、
you